中村宇多之助でございます。6月30日より巡業を一月回らせていただくんですが、今回は操り三馬奏と連獅子という歌舞伎にとってすごくコミカルでもありながらザ・歌舞伎というものをお届けできると思っております。また連獅子は皆さんがいわゆる歌舞伎というのを想像する長い毛を振って踊るわけですが、本当に僕自身もこの連獅子もちっちゃい時から見ていましたし、初めて歌舞伎を見る方でも本当に、ね、こう解説抜きでこの目で楽しんでいただける作品だと思いますので、ぜひ夏休みに、僕も大学生で夏休みですので、皆さんそういった僕と同じ世代の方一人でも多くの方に見ていただければなと思いますので、ぜひ劇場に足をお運びください。